はい、皆様、大変長らくお待たせいたしました。それではお時間となりましたので、始めさせていただきます。スペシャルオリンピックス日本オンラインマラソン2020特別企画、トヨタ自動車レッドテリアーズの選手の皆様と、スペシャルオリンピックス日本アスリートの皆さんとのズーム交流会を始めさせていただきます。イエーイ。はい。私、スペシャルオリンピックス日本事務局の石川と申します。本日、司会進行を務めますので、短い間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。すみません、私、自宅から参加しているので、ちょっと後ろ、すごい壁っていう、すごい殺風景のところからお送りしております。すみません。はい。で、このズーム交流会の趣旨なんですけども、スペシャルオリンピックス日本のスポンサーであるトヨタ自動車様の運動部の選手の皆様と、スペシャルオリンピックス日本のアスリートが、このズームで交流するという企画になっております。以前から運動部の皆様にはですね、私たちの活動を応援いただいております。このトロ、今ちょっとコロナで、大変な状況なんですけども、スペシャルオリンピックスのアスリートに向けて応援メッセージを、応援のビデオメッセージを送っていただいたり、本当にですね、勇気づけられたアスリートの方多かったのではないでしょうか。で、今回もですね、お忙しいところ、このような機会を設けていただきましたので、スペシャルオリンピックスのアスリートの皆さん、今日の参加者の皆様、楽しんでいっていただければと思います。それでは、早速、レッドテリアーズの選手の皆様にご登場いただきたいと思います。では、選手の皆様、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。では、本日、現地のですね、司会進行を務めていただきますのは、トヨタ自動車の浅田さんです。浅田さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。社会貢献推進部の浅田といいます。本日は女子ソフトボールの選手4名の方に来ていただいてます。これから自己紹介していただくんですけど、ここはですね、女子ソフトボール部のウェイトルームになってます。選手の皆様はここで日頃から練習をしたり、ウェイトトレーニングしたりしている場所なので、こういうところから今日は映像をお届けしますので、ぜひ楽しんでください。はい、それでは自己紹介もお願いします。皆さん、こんにちは。トヨタレッドテリアーズの鎌田悠希です。ポジションは内野のセカンドというところを守ってます。自分の強みは最後まで諦めずにボールを粘り強く追う守備です。よろしくお願いします。こんにちは、深澤美香です。ポジションはキャッチャーをしています。持ち味は、強肩です。一塁ランナーにランナーが出た時は絶対にセーフさせないぞ。 はい。こんにちは、石川京子です。内野手守ってます。バッティングが持ち味でミート力が長所です。よろしくお願いします。こんにちは、有吉あかねです。外野手をしています。持ち味は足の速さで、塁に出たらしっかり盗塁して足で点を稼ぎます。はい、自己紹介ありがとうございます。女子ソフトボール部のユニフォームにですね、スペシャルオリンピックスのマークを入ってますので、ちょっとぜひ紹介したいなと思います。短パンに入ってます。これをつけて皆さん戦っていただいてます。選手の皆さん、これついてるの知ってました？もちろんです。はい、よかったです。ぜひですね、スペシャルオリンピックスのアスリートの方のことを少しでも思いながらプレーしていただければなというふうに思ってます。はい。そんな女子ソフトボール部なんですけど、11月の8日にですね、日本女子ソフトボールリーグ、決勝トーナメントがあって、残念ながら負けてしまって、今はオフですね。オフの期間はこうやって来られてトレーニングをするんですか？今は、オフ、休みはちょっと終わって、で、今の期間は自主練習をみんなやってます。で、来週から本格的に全体練習が始まって、シーズン自体は3月末から始まります。じゃあ今は職場に行って働きながら、昼から練習みたいな、そういう感じになる。仕事の方は楽しいですか？楽しいです。笹さん、なんか
何をされてるんですか、仕事は。私は社内便を皆さんに配ってます。こんにちはって言って。あ、それ大事な仕事ですね。はい、笑顔を忘れずに一人一人にお届けしに行ってます。はい、ありがとうございます。そんなですね、女子ソフトボール部の、紹介の VTR がありますので、こちら見ていただきます。つながりますかね。あ、女子ソフトボール部の PV 映像を、見ていただきましたけど、ちょっとですね、こちら現場ではですね、まだ、空気が温まってないということで、いつも練習でしてるキャッチボールを、実際にちょっとやっていただきますので、映像届いてるで、どんどん速くなっていくんですね。はい、ありがとうございます。現場にいるとですね、すごい音、ボールをキャッチする音がすごいです。とてもじゃないけど、普通取れないなっていう思いますけど、やっぱり毎日練習されてる成果だなというふうに思ってます。市川さん、アスリートの方たち、映像とか音とかそういうの届いたでしょうか。はい、届いております。はい、大丈夫です。あれ、感想ないですか。あ、私の方ですか。あ、私の感想、アスリートの感想ってことですかね。いや、市川さん、あ、僕の感想ですか。あ、すいません、ちょっとすみません、アスリートへの感想かなと思って、いや、ソフトボールってすみません、なんか前テレビで見たんですけど、体感速度はプロ野球のスピードより全然速いみたいな、で、なんか松井秀喜がソフトボールの選手が投げた球を打てないみたいなので、やっぱりソフトボールの選手ってすごいスピードをこなされてるんだなっていうのは、ちょっとすごく驚いたんですけど。やっぱりそういうキャッチボールの段階でそういうスピード感っていうのが伝わってきたので、やっぱすごい、なんていうんですかね、動体視力っていうんですか、っていうのはやっぱずば抜けてるんだなっていうのを今ちょっと本当に今のキャッチボールで思いました。はい、はい、すみません、はい、ありがとうございます。あ、迫力ある映像届けられてよかったです。はい、選手の皆さんありがとうございました。はい、市川さん、じゃあ次のコーナーよろしくお願いします。はい、選手の皆さん、浅田さんありがとうございました。では続いてですね、Q&A コーナーを始めさせていただきます。ではアスリートの皆さん、ちょっと作業していただきたいんですけども、今、画面の下にある手を挙げるボタンっていうのが、画面の下に手を挙げるボタンっていうのがあると思うので、それをポチッと押してもらってもいいですかね。はい、で、その後、ちょっと一瞬画面が切り替わるので、ちょっとお待ちください。はい、で、多分ビデオ依頼っていうちっちゃい窓が出てくると思うので、それを OK 押してもらえますかね。はい、少々お待ちください。
多分。はい、田平さん、渡辺さん、聞こえますか？はい、今日ですね、5名参加され、申し込みいただいたんですけど、ちょっと3名参加できなくなったみたいなので、今日は田平さんと渡辺さん2名のご参加ということになります。よろしくお願いします。はい、じゃあ田平さん、今日も参加いただきありがとうございます。じゃあ、質問してみてください。はい。自分が強くなるために、頑張るために、へこたれないように、日頃から心の支えにしていることは何ですか？はい、田平さん、ありがとうございます。強くなるために日頃から心がけていることは何ですかっていう質問でした。選手の皆様、いかがでしょうか？はい、質問いただいているところ、鎌田選手から。強くなるために、はい、心の支えにしていることは、そうですね。やっぱり競技をしててきついこととか、まあ、練習苦しかったりとか、なかなかうまくいかないこといっぱいあるんですけど、まあ、そういう時は、自分がその試合で活躍していつも支えてくれる家族だったり友達だったりっていう人たちに、なんだろう、感謝というか、その人たちを喜ばせたいっていう気持ちで、そのどんなきついことも乗り越えられてます。はい、はい、そういう意味ではあれですね、チームメイトの選手の頑張りとか、そういうところはすごく力になるっていうことですかね。特にどなたの選手のサポートが力になるんですかね。いや、なんか手を挙げてますけど、でもやっぱり一人一人全体練習終わってからみんな練習したりとか、朝早く来てやったりとか、まあ、このメンバーもそうですけど、みんなそれぞれやってるので、その頑張りをこう知ってるからこそ自分も頑張ろうっていう思えるので、みんないい仲間です。なんかちょっと言わされてる感じが出てますけど、やっぱり大事ですね、圧力が。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。滝田さん、はい、滝田さんは今、何のスポーツをやってるんですか？ボーリングです。あ、ボーリング、はい。あ、今はボーリングはちょっと今できない状況ですかね。できてます、ボーリング？あ、10月ぐらいから始めてます。お、よかったです。はい。じゃあ今、選手の皆さんに教えていただいたこととか、今後の、はい、日々の、まあ、活動とかにも生かしていただければと思います。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、渡辺さん、栃木の渡辺さん。はい、聞こえますか？聞こえますか？聞こえます。はい。すみません、よろしくお願いします。お願いします。渡辺さん、はい、もしよかったら今質問ありますか？ですね、ちょっといきなりでごめんなさい、今無茶ぶりしちゃいました。いきなり、大丈夫です。いいですか？大丈夫ですか？はい、この4人の中で打線が強い人っていますか？ちょっと無茶ぶりで申し訳ないんですけど。もう一回ですか？力が強い、まあ、力っていうか、まあ、打線が強い。打線あれですか？バッティングですか？バッティングです、ね。うん、バッティングが強い方。はい。じゃあ、バッティングが強い方は実はですね、います。石川選手なんですけど、はい。バッティングがですね、すごいんで、今ちょっとそれをスイングをですね、お届けしたいと思います。すごい、ちょっと本当だ。今から実際にですね、バット振ってですね、
スイングを見ていただきますので、はい、でちなみにですね、このバッティングはどれぐらい速いかっていうの計測できる機械がありまして、これですね、すごい、スイング、はい、50キロとか70キロとか100キロとか測れますので、ちょっと振っていただきますね。106です。おー、すげえ。ちょっと、もう2、3回やってもらいましょう。もうちょいしゃべ、おー、113。すごい、すげえ、113、はい、すごい、すごい、はい、ありがとうございます。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 勉強になります。はい、渡辺さん、ありがとうございます。ありがとうございました。渡辺さんはスポーツプログラムは何をやられてるんですか？私は水泳ですね。あ、水泳。はい。あ、水泳はもう、ちょうど見えますでしょうか？あ、見えます、見えます。はい。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。じゃあ、水泳も引き続き頑張ってください。あ、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、すいません、次、私から質問よろしいでしょうか？はい、いいですかね。はい、はい、はい、ソフトボール、私学校の球技ぐらいでしかやったことないんですけど、ソフトボールの魅力というか、ここ楽しいなとか、魅力というか、そこちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、いかがでしょうか？はい、ソフトボールは野球と違ってすごい狭い中でやってるので、やっぱりスピード感だったり迫力がやっぱり他の球技と違うかなって思うのと、チームプレーなのでやっぱり喜びも悲しみも全部仲間たちがいてやっぱり頑張れるなっていうのがあります。やっぱりその、はい、何があれですかね、はい、喜びを、どうぞ、すいません、喜びを表すこう女子ソフトボール部ならではのこうハイタッチとかあるんですか？だから得点したりしたら、みんなでわーじゃないですけど、打ったホームランとか打って盛り上がってる時に、ホームベース、一周回ってベンチ戻ってきた時に集まって、打った人がはいって言うんですけど、そしたらみんなでよっしゃーって上げて、よし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 、みんなで盛り上げます。ちょっと やってみていただけますか、ここで。はい、はい、じゃあホームラン、ホームラン打って戻ってきてます。はい、じゃあ打ちますね。どれ、よしよしするってことね。そうです。こちらすごく盛り上がってる。盛り上がりは届いてるでしょうか？いや、届いてます、届いてます。やっぱすごく皆さんの絆というか、やっぱ伝わってきますね。はい、はい、ありがとうございます。では滝田さんと渡辺さん、他に質問あったら受け付けますが、大丈夫ですかね？次のコーナー移って大丈夫でしょうか？はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてクイズコーナーに移させていただいてもよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。では浅田さん、クイズコーナーよろしくお願いします。はい、それではですね、このクイズはですね、選手の方からアスリートの方にソフトボールに関するクイズを出しますので、それにアスリートのお二人、答えていただきたいなというふうに思います。よろしいでしょうか？はい。はい。OK。はい。OK 出ました。はい。ではですね、第1問は、有吉さんから。はい。ダダン。
ピードアップのために私がしているウェイトトレーニングは何でしょうか。1スクワット、2チューブトレーニング、3ベンチプレス。それではお答えください。市川さん、アスリートの方、はい、もし、はい、イメージがつかないようだったら3つご紹介しますけど、はいはい、あ、ぜひお願い、ぜひ見たいです。アスリートの方、ね、見たいです。はい、見た、うんうんって言ってるんで、はい、うん、じゃあ1番はスクワット。これバーが20キロあって、本来なら多分60キロとか80キロ背負ってスクワットをすると思います。はい、ありがとうございます。はい、これがスクワットで、ベンチプレスですね。これがベンチプレスになります。はい、ありがとうございます。はい、で、3つ目が何ですか。チューブトレーニング。はい、2番がチューブ。あ、ごめんなさい、ちょっとさっきと順番間違えてるんですけど、3番目がチューブトレーニング。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、それではお答えいただきたいなと思います。1番がスクワット、2番がベンチプレス、3番がチューブトレーニングですね。いかがでしょうか。1番、あ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。1番だと思う人、スクワット。はい、いない。ベンチプレスだと思う人。はい。じゃ3番のチューブトレーニングだと思う人。あ、はい。それでは正解の方。正解は。3番のチューブトレーニングです。カミラさん、正解されました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、続きましてクイズ2問目になります。はい、2問目は誰だったかな。はい、はい、ででん、やってみたいポジションは。私はキャッチャーをやってるんですけど、やってみたいポジションがあります。それは何でしょう。1ピッチャー、2内野手、3外野手。さあ、どれでしょう。はい、じゃあ、アスリートの方、答えまとまりましたでしょうか。じゃあ1番の、はい、1番のピッチャーだと思う人。はい、3人上がりましたね。こっち現場でも手上がってます。はい、2番が内野手だと思う人、まあ、いないんですけど、はい、3番外野手もいないですね。はい、では正解をお願いします。はい、正解は1番のピッチャーです。そうね、でしょうね。すごい、いいな、正解。なぜピッチャーをやりたいんでしょうか。私さっきも言ったと思うんですけど、ポジションがキャッチャーで、キャッチャーはどちらかというと、影で支える側の存在なので、自分が投げてこう目立ってみたいなと思ってピッチャーを選びました。はい。はい、アスリートの方全員正解です。ありがとうございます。では、続いて3問目のクイズになります。ですね、今回はチャレンジしてもらいます。で、何をチャレンジしてもらうかというとですね、バットでボールをリフティングしてもらいますね。で、これをですね、
10回行くか行かないかっていうのを、アスリートのお二人には答えていただきたいです。いいですか、じゃあ1番が10回もちろん行く、2番が、ちょっと難しいので10回はできない。はい、アスリートの方いいでしょうか。1番だと思う人、できると思う人。できない田平さんはできないって思ってるってことで大丈夫ですか。笑われてますね。2番のできないと思う人。タイガさんはやっぱり難しいと思われてますね。で選手の2人も難しい、できないと思います。はい、では準備いいでしょうか。はい、頑張ります。熊田さん大丈夫です。応援してください。はい。緊張する。いきます。すごいです。成功しました。なんかコツはあるんですか、これは。いや、そうですね、バットの芯にしっかりと当てて、あと脇をしっかり締める。締めて安定させることです。じゃあボーリングも脇をしっかり締めて投げるのとちょっと通じるところがあるかもしれないですね。ないですかね。やってみてください。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにですね、まだ時間がありますのでクイズいきたいと思うんですけど、ソフトボールの練習ってすごく長い、まあ、野球もそうですけど長い印象が、あります。私個人的にで普段ですね、練習時間どれぐらいされてるかっていうのをちょっとクイズにしたいなというふうに思います。いきます。1番1時間、2番3時間、3番5時間。はい、ちょっとお考えにいただいて大丈夫ですか。アスリートの方大丈夫だったら丸していただけますか。ちょっとまだ渡辺さん悩んでますね。はい、田平さんありがとうございます。どうですかね、1時間か3時間か5時間か。あ、大丈夫です。はい、では1番の1時間だと思う人。はい、2番の3時間と思う人。いない。3番の5時間だと思う人。はい、それでは正解はどうですかね、深澤さん。正解は3番の5時間です。悩んでた。どっちだろうなと思って。こんなにやるんですね。はい。皆さんもそれぐらいやりますか ?5 時間です。アスリートの方はどれぐらい練習されますかっていう逆に質問ですね。はい、逆に質問、はい。アスリートの皆さんは、私たちでは毎日、まあ、ほぼ1日練習なんですけど、ボーリングだったり、SA だったり、普段どのくらい練習するのかなってすごい気になりました。どのくらいやるんですか。じゃあ田平さんからどのくらいやってます、練習。ちょっと昔はスペシャルのボーリングをに、日曜日に2時間と週3回自主練をしてたんですけど、はい、今はちょっと自主練があんまり行けてません。そうですよね。はい。でも2時間も結構、ボウリング2時間やるって結構大変じゃないですか。うん。
腕がパンパンになっちゃいそうですね、うん、でも自主練だったら8ゲーム投げる時もありましたね。すごいですね、うん、じゃあ続いて渡辺さん、水泳どのくらい練習されるんですか、いつも。私はですね、いつもだったら全体としては約1時間ぐらいですね。うん、まだこのならなので、まだ全然やれてないです。ただ個人練習ではやっています。平均で1時間ぐらいかなと思います。うん、泳ぎ続けるってすごい体力、すごいきそうですね。うん、体力使います。やっぱりアスリートのお二人も1時間とか2時間動くってことは大変だと思うんですけど、何か運動部の選手からこの長い時間集中を持ってトレーニングするコツみたいなあれば教えていただきたいんですが、有吉さんどうですか。はい、集中力を保つコツは、やっぱりどうしてもソフトボールは、まあ、打ったり守ったり投げたりどうしても練習時間が増えてしまうんですけど、やっぱり休むときはしっかり休む、でやるときはしっかりやるっていうオンとオフの切り替えをして、しっかり長い時間でも集中力を保つように心がけています。はい、せっかくありがとうございます。はい、せっかくなんで石川さんもコツみたいなあれば。集中力のコツですか。そうやね。しっかり、まあ、オフとオンとオフの切り替えもそうですし、エネルギーチャージも大事だと思ってるので、お腹空いてたらやっぱり自分のパフォーマンスも上げられないと思うので、しっかり補食を間々に取ったりして、エネルギーをある状態でいつでもいいパフォーマンスができる状態に練習中もしてます。はい、深澤さん、これも全員に聞きます。全員、はい、全員、そうですね、石川のにちょっと被るんですけど、私はみんなと夜ご飯に行ったりとかが好きなので、そういう楽しみを作って、楽しい時間があるなと思って今日集中して頑張ったらそういう時間もあるっていう風にメリハリを自分の中でつけながらやるようにしています。今コロナの状況ですけど、はい、そういう、まあ、外で選手同士も会えない時間が多いとか、あ、そうです、ね、何かそういう工夫とかされてますか。コロナの時はやっぱりこうずっとソフトボールをやってると疲れてしまう時もあるので、こう帰って映画を見てリフレッシュしたりとか、何も考えない時間も作ったりとかして、うまく工夫しながらこうしっかりやるときはやるって集中できるように自分で楽しみを作りながらやってます。はい、浅田さんありがとうございます。では最後、鎌田さんよろしくお願いします。はい、長い時間集中を続けるコツは、まあ、結構もうみんな言ってくれたんですけど、うん、音楽を聴きながら練習して、まあ、全体練習じゃなくて自主練習の時とかにその音楽を聴きながらやることでやっぱり気持ちを上げられたりするかなっていうふうに思います。あとはやっぱり長時間やってるとどうしても集中力なくなっちゃうんで、その時は、まあ、たまにはもうスパッと今日はこれで終わろうってやめるのもたまには大事じゃないかなって思います。ずっとこう集中できないのに練習しててもやっぱり怪我にもつながったりとか自分の力にもならないので、どうしても集中できないという時は今日はやめようってスパッてやめることもたまには大事じゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。アスリートの、お二方、参考になりましたでしょうか。はい、参考になりました。参考になりました。ありがとうございました。はい、市川さん、もう少し時間あるんですかね。はい、あともう少しあります。ちょっと私からアスリートに聞いてもいいですか。はい、はい、今、オンとオフのことを教えていただきましたけど、滝田さんと渡辺さんはその練習以外
練習ですごい辛いなと思った時とかに、はい、なんか気分転換とか、はい、なんか好きなことってなんかされてますか今田平さん。じゃあまず田平さんからなんかありますか、オンオフの切り替えみたいな。やっぱり選手と一緒で音楽を聴くことですかね。どういう音楽が好きなんですか田平さんは。 YouTube で西野カナさんとかあいみょんさんとか聞いてますね。あいみょんいいですね。はい。はい、じゃあありがとうございます。田平さん音楽聴くということでしたが、渡辺さんはなんか気分転換とかオフオンオフの切り替えでなんかしてることとかってありますか。私はですね、オフはですね、基本的に、まあ、外出するというか、まあ、旅行に行くということもあるんですけども、この時期、もうコロナでもうできないので、もう自宅でもう運動できる、運動できそうな感じの、運動できる、まあ、運動っていうか、なんか運動ができるスペースがあるので、ちょっとそこら辺で少しストレッチなどをやってますね。おお、ストイックですね。さすがですね。ストレッチです。ごめんなさい。ストレッチ。はい。あ、はいはい。でも、今回でもそうですね、なかなかコロナ禍で練習とかできないんですけど、こういうふうに今回、ソフトボール部の選手に来てもらいましたけど、やっぱりこういう機会を設けていただいて本当に良かったですね。はいはい、はい、ありがとうございます。では浅田さんどうでしょう、クイズってもうあれですかね、終了でよろしいでしょうか。そうですね、クイズはもうネタ切れなんで、はい、せっかくなんでアスリートの平さん、渡辺さんから質問、もしあれば、選手に対して。おぉ、これはいい機会だな。何でもいいので。何かありますか、平さんと渡辺さん、他に。質問ですか。はい、質問です。じゃあ、いいですか。もう、ちょっと今、キュッピッと。いいですか、まだ時間は。大丈夫です。はい、レッドラリーアースってその名前の由来は何ですか。あ、レッドテリアーズのチーム名の由来ということですね。はい、はい、すごいいい質問。選手は全員知ってると思いますので、誰にしようかな。石川さん。おえ、ちょっと待ってください。そう、マジ、え、代打、それはもちろん代打お願いします。はい、代打指名してくださいね。代打鎌田さん。すごい。はい、チーム名のレッドテリアーズなんですけど、テリアーズはテリアっていう犬、ヨークシャテリアっていう犬が、チームのキャラクターになってて、それのそこから取ってて、でなんでその犬から取ったかっていうと、トヨタ自動車の社長さんが飼ってる犬がヨークシャテリアなので、そこから取ってます。すごいな。いかがでしたでしょうか。石川選手はそれ知らない。いや違います。鎌田さんにいいところを持ってほしいなって思ってお願いしました。もちろん知ってます。選手は全員知ってます。鎌田さんが代表してお答えいただいて。田辺さん、参考になりました。ありがとうございます。はい、よかったです。はい、まあ、クイズ質問等時間が来てますので、これで終わりたいと思います。市川さん。はい、ありがとうございます。それでは、もう時間になりましたので、最後に選手の皆さんからアスリートに向けて一言メッセージの方をいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日はありがとうございました。普段私たちが他の競技の方と触れ合うことってなかなかないので、
今日の時間はすごく楽しかったです。自分たちも来年また日本一に向けて競技頑張るので、皆さんも、まあ、コロナに気をつけて頑張ってください。また機会があったらお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。私たちにとってもすごくいい時間になりました。とても楽しかったです。お互い頑張って頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。コロナウイルスがある状況でやっぱり自分が思うように動けないところもあると思うんですけど、やっぱりこれに打ち勝たないと今後もスポーツも盛り上がってこないと思うので、私たちも頑張るので皆さんも頑張ってください。またぜひお会いしたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。こういうコロナウイルスの状況だからこそこうやってリモートでっていう形なんですけど、関われたことがすごく嬉しいです。コロナウイルス大変だと思うんですけど、ここからまた自分たちの夢だったり、私たちを支えてくれる人たちがいる限り、これからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、選手の皆様から、メッセージいただきました。ありがとうございます。それでは市川さんの方にお戻しいたします。よろしくお願いします。はい、選手の皆様、本日は本当にお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。田平さん、渡辺さんも参加ありがとうございました。本日楽しんでいただけましたでしょうか。はい、楽しみました。はい、ありがとうございます。はい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。選手の皆さん、あとアスリートの皆さん、今後の活躍を期待しております。はい、ありがとうございます。はい、で次回の交流会なんですけども、あさって19日木曜日ですね、13時半からスケート部の方にお越しいただきますので、田平さん、渡辺さん、よろしければまたご参加いただければと思います。はい、わかりました。はい、では、最後にですね、トヨタ自動車様にご制作いただいたプロモーション映像を、見ていただいて、この終了会を終わりにしたいと思いますので、映像の方をまずご覧ください。お願いします。ありがとうございました。ではこちらで本日のズーム交流会終了とさせていただきます。選手の皆さん、アスリートの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ありがとうございました、はい、また会いましょう。さようなら。ありがとうございました。また会いましょう。じゃあこれで一旦終了しますね。ありがとうございました。切ります。